コルベイン・シグソールソンはアイスランドレイキャビーク出身のサッカー選手。イフックヨーテボリー所属。ポジションはフォワード。ファーストネームはほとんどの媒体でコルベインと表記されるが、アイスランド語では A、A、AU に続く NN は TN と発音されるため、言語により近い表記はコルベートンとなる。HK コーパボグスでキャリアを開始し、 2006から07シーズンにデビューした。その後、レアルマドリードやアーセナル FC 等いくつかのクラブから関心を集めたが、AG アルクマールへ移籍することを決め、2010から11シーズンにファーストチーム入りを果たした。翌シーズンにアヤックスアムステルダムへ450万ユーロで移籍した。 代表では U-17U-19U-21 とプレーし、2010年3月21日のフェロー諸島代表との親善試合で A 代表デビューすると、その試合で初ゴールを決めた。初期2006年にプロデビュー。出場試合はわずか5試合ながらも、レアルマドリードやアーセナルといった欧州のビッグクラブから興味を持たれたが、 2007年の夏にオランダの AG アルクマールへ移籍した。AGAG の下部組織で数シーズン過ごした後、2010年8月5日に UEFA ヨーロッパリーグのイフックヨーテボリ戦でトップチームデビュー。8月29日にはエクセルシオール戦で初ゴールを記録した。2011年1月29日の BBB フェンロー戦では、 前半のうちにハットトリックを達成し、この試合では、計5ゴールを挙げる活躍をした。その後も活躍をする、コルベインに対してエイジーは契約延長をしようと、したが、ドルトムントやニューカッスするから興味を持たれ、同リーグの名門アヤックスからは200万ユーロの提示がされた。コルベインはすぐにアヤックスと個人合意したが、 クラブ間の移籍金の折り合いがつかず数週間かかった。アヤックス2011年7月4日に移籍金450万ユーロの4年契約でアヤックスへ移籍その際のインタビューでコルベインはデニス・ベルカンプやフランク・デブールのように活躍するのが夢だと語った。移籍後も得点を重ね8試合で5ゴールと活躍しチームに貢献していたが10月に足を骨折。 シーズン残りは出られないと思われていたが、特に合併症もなく2012年3月12日、約5ヶ月ぶりに練習に復帰。4月1日のヘラクレス・アルメロ戦に後半途中、出場で試合に復帰すると、早速ゴールを決めた。22日の FC フロー人間戦で、決勝ゴールを挙げにから0で勝利し、リーグタイトル獲得に一役買った。 なんと2015年7月2日に5年契約でリーグワンの FC なんとへ移籍。アイク2019年3月31日、アルスベンスカンのアイクへ2021年12月までの期間で移籍した。イフックヨーテボリ2021年1月27日、イフックヨーテボリに移籍した。代表でのシグソルソンユースレベルでプレーした後、2010年3月21日に、 ホームに、フェロー諸島代表を迎えた、親善試合で A 代表デビューを果たすと、その試合で37分に初ゴールを挙げた。その得点が、決勝ゴールとなり2から0で勝利を飾った。初のコンペティティブマッチとなった2010年9月7日、UEFA ユーロ二2012予選のアウェーでの、デンマーク代表戦で出場するもゴールを挙げられず、0から1で敗北した。 2011年9月6日、ユーロ2012予選のホームでのキプロス代表戦で、コンペティティブマッチ初ゴールを決めた。試合開始5分で決め、これが唯一の得点となり、勝ち点3獲得に貢献した。2012年5月27日のフランス代表戦で、チームの2得点目を上げ2から0で前半を終えたが、後半になると3点を決められ2から3で敗北した。 UEFA ユーロ2016では、決勝トーナメント1回戦のイングランド戦で、決勝ゴールを挙げ勝利した。スカイ、スポーツスカウト、コールビーインシュゲソーソンハット、コールビーインシュゲソーソンハッピーヒーチューズエイジー、オーバーアーセナル、ハットエイジャックスバイエット、エイジートウィーミリオンユーロボーシゲソーソン、ハットエイジャックスコントラクティアートシュゲソーソン。シゲソーソン、 ドルームオムメットベルジェイキャンプテワーカンハット、FC なんと、セオオフィシエル。コールビーインシゲソーソン A、シニウンコントラでご案20ミニッツ、2016年5月1日閲覧。アイクファータバルバーバーコールビーインシゲソーソン。アイクファータバル、2019年4月1日閲覧。https WW、www6nl。 ニープリングウィズズ、シゲソーソンプロビルトメットトランスファーループバーン、ウィアーオーパスでレールズテクリジゲンハット、ベスト8最後の枠で大波乱、初出場アイスランドがイングランドに逆転勝利の、快進撃。サッカーキング。2021年7月15日閲覧。ありがとうございます。